チェコ鉄道440.640650軽電車、愛称、レギオパンターは一部停車の電車で、2011年に、チェコ鉄道株式会社により発注され、シュコダバゴン化株式会社により製造された。注文時点ではまだ開発が完了していなかった。3つの異なるバージョンの編成に4億4064万650の形式名が与えられた。 各ユニットは2両、または3両1組で製造され、車両は5種類となった。4ユニットを連結して1つの列車とすることも可能である。2両編成は147席、3両編成は241席、4両編成は330席ある。車両間は、ホロで連結して、個別の扉はなく、車両の内部にパーティションやドアはない。編成の連結は、 シャルフェンベルク式連結器で自動で行う。車体は側面がアルミ押し出し成形により作られ、全車両を共通の各部品は鉄で作られている。車両はアン15227規格を満たしている。最高速度は時速1 6 0トルで上後部の床の高さはレールのてっぺんからリメートル、ドアの幅はミリメートルである。 2両編成の長さは52.9メートル、3両編成の長さは79.4メートルである。最大幅は2.82メートル、最大高さは4.26メートルである。高直流対応3両編成の重量は160トンで、2両編成は106トンである。ほとんどの電気、空圧設備は車両の天井の上に設置され、 空調やケーブルは天井の上から0.7メートル以内の高さに収まり、従来の機械室とは異なっている。屋根裏の設備は個別の版となっており、空力的な構造となっていない。メーカーによると、車内のうち65%が低床となっている。車内には Wi-Fi ネットワーク、空調、貯留式トイレ、軽食自動販売機、新聞等を備えている。編成には、 バリアフリーのトイレが一つ、3両編成の場合はさらに、もう一つの普通のトイレがある。車端部のバリアフリーでないトイレのところにある、上高口には、扉の両側をつなぐ車椅子用スロープがある。入り口から運転手のいる方向に一等席があり、9つの調整可能な座席と他のスペース、電気コンセントが備えられている。 車内情報システム用に LCD モニターが使用されている。各車両は形式によらず、一つの駆動装置と一つの普通の台車がある。モーター付きの台車が普通の台車より重量が大きいので、粘着重量の割合がどの編成に組んでも50%以上になるような考え方が保証されている。各モーター付き台車には二つのキロワットの誘導駆動モーター。 シュコダ ML3942K4 が取り付けられている。2両編成の動力は 1360kW で、3両編成の動力は 2040kW である。列車は回生エネルギーをブレーキに使用できる。列車は 25KV50Hz と直流 3KV および直流 3KV のみの2種類の電化方式に対応してそれぞれ作られた。 終電装置と主回兵器は戦闘車のみに設置された。二両目は 3KV 直流電圧を戦闘車から受電し、三両目には二両目の受電電圧の上を経由し、駆動電源を戦闘車からのケーブルを使って受電する。外部と内部のデザインを提案したのはアカデミック彫刻家、ビルジー・シパニ・ヘルノス・スタジオ、デザインディセントである。 レギオパンダー650系列車の内装、ジェチインでの440系列車メディアを再生する、オストラバスビノフ駅及び、ボフミイン駅での650系列車メディアを再生する運転席の運転手から見た、オストラバ本駅ボフミイン間の650系列車メディアを再生する640系と、内部、故障で、修理のためパルスシュンペルクに改装中最初の部品は、 プルゼニのシコダ工場で作られ、製造はシコダワゴン化株式会社でオストラバで生産が続けられている。2011年の初めにメーカーがすでに約3年プロジェクトを続けてきたことを発表した。新列車のコンペチェコ鉄道は最初に南チェコ、オロモーツ、ウースチー、パルドゥビツェ、フラデツクラーロベーの各県の地域輸送用の列車を発注した。 チェコ鉄道の元々の想定では、発注したタイプの形式が、鉄道事務所より得る、形式番号が4億4564万4645であったが、番号は4億4064万650であった。2011年2月14日に、チェコ鉄道が3両編成15本と2両編成4本を25.11、億コロナで購入する契約にサインした。 資金供給の中に EU の地域輸送プログラムが40%以上含まれていた。最初の編成は2012年後半に、最後の編成は2014年末にチェコ鉄道に納入された。2011年11月の情報では2012年に5編成納入の予定であった。に注文のうち1つ目はチェコ鉄道により2010年9月9、10日に行われ。 両方のケースで一社のみがコンペに参加し落札した。2011年2月16日にチェコ鉄道は最初の1注文目での3両編成15本の納入契約以外に次の2両編成4本の納入契約については公開入札手続きに従うことを決定したと発表した。他の可能性のあるボンバルディア、ジーメンス、シタドラー等の候補はおそらく 保機なしでの編成分離や、入り口ドアの幅が1.5メートル以上といった、個別車両の取扱いオプションのような技術仕様を何も入手できなかった。2番目の注文の使用書類は6メーカーに提出された。しかし、チェコ鉄道は普通別々の仕様を組み合わせないので、コンペに参加したのは1候補、シュコダ輸送のみであった。経済競争保護所は、チェコ鉄道に対し、 2011年からの2両編成4本の1契約、ゆえにこの列車の2契約のうち小さい方のケースについて政治介入を始めた。チェコ鉄道は広いドアの要求を乗客の乗降を早く必要性からと説明した。経済競争保護所の政治介入は、チェコ鉄道が公開調達についての法を破った、なぜなら各社の調査時に同じような用途で、 ドアの広さが 1500mm 前後の車両を15種類探し出し、その広さの車両がシュタドラー、アルストム、ボンバルディア、カフ、ジーメンス等により製造されていたからというものであった。2013年はじめ MF ドネスに3回目のコンペが行われると書かれていた。2012年9月には南モラバ馬券用に 同じようなコンペで、チェコ鉄道が批判から広いドアの仕様を取り下げ、狭いドアのメーカーからのオファーも受け入れている。広報と名前レギオパンター2011年4月30日に、チェコ鉄道と四股大輸送がこの列車の新しい、ウェブ投票を始めた。同時に、公募、新車両を名付けてくださいをはじめ、列車命名の提案を集めた。10個の最も成功した提案には、 実際に賞金が事前に著作権や財政請求を放棄した公募参加者に当たられた。結果は2011年6月30日までに発表されることになっていた。2011年7月22日に Web で1518個の提案の中からレギオパンターの名前が選ばれたとのメッセージが掲載され、全部で7個のコンペ参加者に送られた。 パンターという言葉は動物だけでなく、すでにある列車愛称、パンチャークとも関係している。他に表彰された名前は、レギオスター、モドリーシープ、アルバトロス、レギオライン、レギオフライ、デルフィーン、レギオマウス、ホーレギオとレギオキャットであった。2011年11月3日に、プルゼニのシコダの地域で、マスコミと招待者の前で、新しい2両編成。 高直流対応の列車650、651型が、まだ運用が承認されていなかったが、お披露目式で公開された。列車の配置2012年9月末、チェコ鉄道が乗客を乗せての試験運行の名目で、5編成のうち最初の編成を投入し始めた。2013年2月、この系列は、結局鉄道局に、運行について、チェコ共和国に、 チェコ鉄道の購買条件で承認された。2013年の次回発注2013年5月、チェコ鉄道が次の編成を9億4300万コルナで発注し、これらは南村場県総合交通システムの S2 系統、クルジェノビツェブルジェゾバーなどスビタボウ間の旧型列車の置換用であった。具体的には640系算量が5編成、650、 計2両編成が2編成であった。南ラバ県用に供給された最初の列車は2014年6月におこそかに運用についた。インターパンターレギオパンター型編成の流用製造で2015年にインターパンターという名前の長距離用編成が製造された。元々の車両の数の割に乗降ドアの数が少なく内装も異なる点で違っている。 これらの列車は3両、または5両編成で供給され、5両編成の真ん中の車両は動力車になっていない。2018年、シコダ・ユソオは鉄道保守、エンジニアリング・トルナバと共同で鉄道企業大スロバキアから入札を勝ち取った。3年以内に3両編成8本と4両編成2本を納入する予定で、いずれの編成も、 高直流対応となる予定である。契約は3両編成5本と4両編成10本のオプションも含んでいる。シュコダ輸送会社は自社のレギオパンター型でイギリスの鉄道会社ナショナルエクスプレス向け電車納入の入札を勝ち取った。これは有名なバイエルンの鉄道会社バイエルン鉄道のニュルンベルク市郊外の近郊鉄道向けの2018から2030年の 注文についても適用された。もともとこれは DB レギオがボンバルディアタレントニを確保していた。2015年2月、先行段階での勝者をナショナルエクスプレス有限会社が発表した。シュコダ輸送はレギオパンター型の列車を5両編成38本、100億、コルナ以上で納入する予定であった。プレスニュースによるとシュコダ輸送は 最大のチェコ語でのエンジニアリング契約について、ドイツに行く予定であった。しかしナショナルエクスプレスレールは、列車運行の契約から脱退し、シュコダの今回用の車両製造の契約も破棄された。未適用だが、インターパンター編成からの派生型である5両、編成は、双方共通のシャーシで組み込まれた車両で構成されている。 abcdefghijklmn ロスティスラフジャンコワステアパントグラフィーコンシーパデイジットセジャック V プラスニーステイビノーベイテクネットイドニスシーズ22 3 2011GJ パンターナ s t r NKCH バイラーボススコダバガンカジャコレイリ440 640A650 リージェパンターセロサブルピーオーザクースニムオークルージャコドラベックティスコバザプロバ D14.32012ABCDE ゼラズニックニーマガジン Q2010ABC ベラキリージェパンタージェイスシュバリーンプロプリボスナチェスキークトラティッシュ TK20 アノーラ 2013ABCDEFGHIJKLMN ジリック、ノーベイエレクトリック、ジェドノトッキー、セスキムドレアムドーダ、オペットスコダ。ゼルページ、シーズ、2011年2月22日閲覧。ABCDEF、スコドバッキーリージェパンター、セプリードベドル、プレットスコカム、ルーシュバレバーチジャングル、VLAKY.net、4、11、2011。 p.h. ドクターズベネクズリンスキー、abcdefd、ブドウロビットセシュージェサイブイリーンゲネクナベラキ、リージェパンター、ザプラティザエヌニ、ゴミルユディ、アインド、シーズ、3、11、2011、tk ハット ab、ベラコバサプロバ、チェスケイドレイ A、スコダトランスポーテーションハット、ノーベイエレクトリックジェドノトッキープロディ、ゼラズニックニーマガジーンに、2011ab アンスラ、 ネイカップパンティール、V、ハルダグアンティーマナプルナイユーラデュ、ドレアムロージーポクタ、イドニス、シーズ、26、Q、2012A B ユス、D、プリーナキュープリージェパントルーポザデイカムナセルクダベリー、ネパザリーゼイクン、E15、5、1、2013、TK ユス、ロショウルーティ S473、2012、VZ-23304、2012、 531-210プリシンス2012チェスケイドレイハルドジー JMA のプロベロックオードスコデイッキーチェスケイドレイ3十3 2 0 1 1ティスコバザプロバハットエヌウェイコールジジザミリリージェパンターウェブベラコバサプロバ22-72011ディープレットシュタバリーナニーゲリズニゼダバザセラノーベイベラキ TK29-92012 d, クーピープロジスニーモーレブセドムジェドノテックザ tm メートルミルユディウコルン。フィアナンスニーノバイニーシーズ2013年5月15日閲覧。na ジスニーモレブザミレル prvn, dj パンターティスコバザプロバチェスキックドラオゼット 262014http www. a ラキ .net ゲリズニゼ スプレイビ、5756セルブポクルタニー、インターパンタースフェスルプラブニーセシュージェサイ、リージェパントリーナスラベンスコ。K、リポートセスキードオプリブニーサーバー、2018年6月2日、閲覧。スコダトランスポーテーションジスコラミルユドブザコスク、ドーダベラキナスラベンスコ。イドニス、シーズ、2018年6月2日閲覧。AB、スコダトランスポーテーション AS。 スコデイカジスコラネイハベッツィセスクストローユンスクザコスク、V ネメックク。2015年2月8日閲覧。ナショナルエクスプレスセレクテッドフォーニュルンベルク S、バーンオペレーティングコントラクト。レールウェイガゼット。2015年2月8日閲覧。スコダトランスポーテーションプリスラ V ネメッククオー、ブラコベザコスクザデスとトミリアード。リードブッキー、シーズ。2018年3月6日閲覧。 ありがとうございます。